さあ、激プロ、今日も10連ガチャから始めていこう。で、今回はね、このスペシャル10連ガチャ、利用するたびに持久弾クリスパグ、タルパックがおまけでついてくるという、やつをやっていこうと、っていうやつをね、ちなみにこれやると、UR のその当たる確率が、0.5% 下がってるっていうね、こっち 2.5 でしょ。こっちはね、3なんだよね。つまり確率は下がっているけれども、この持久弾クリスタルパックとやらに、完全に引かれています。さあ、早速やっていこう。やっぱね、今回はね、バッターの方だね、投手の方欲しい。あ、投手じゃない、バッターだね、打者の方が欲しい。UR のバッター欲しい、何でもいいから。有吉。バーベイと有吉。今、ピッチャーが続いております。中村。もうね、SR はね、もうミキサーか訓練道具。熊代。もうここら辺もういい。最後でしょ、どうせ。なんか、桑原ってさ、千鳥のボケの方に似てるわ。大悟の方に。貴様はっていう方だね。貴様って、あれ、謎の CM。オチも、へったくれもねえよ、みたいな。ビアヌエヴァ。ビアヌエヴァ、開幕すごく調子良かったよね。今どうなんだろう。今ちょっと落としてるみたいな。調子落としてるみたいな。あんなにすごいさ、いろんな選手補強したのに、結局、重信と若林だもんね。うわー、何にも来なかったね、今回。でも、エンジョイプレイ。持久弾クリスパタルパック。これが UR 来るんでしょ？裏切られた。完全に裏切られた、これ。まあ、ダイヤガチャは、全くいいところなかったけど。今回は続けてね、ゴールドガチャもちょっとやっていこうと思うんだけど、パリーグのみの選手が登場するガチャ、パリーグガチャ。もしくはセリーグののみ、セリーグガチャ。セカパカみたいな、どっちかみたいな。なんだけど、今回はね、パリーグにするか。やっぱパリーグでしょ。っていう感じで。ただね、UR が出てこないっていうところで、まあでも言うたってさ、さっきやっても SSR すら出てこなかったんだから。似たようなもんでしょっていうところでね。まあ、何よりもね、とにもかくにもね、選手訓練したいんで、レアのカードも今ちょっと欲しいんだよね。はい、江川。メガネ江川。あれ、江川って怪我してんだっけ今年。どうだったっけ。さあ、2枚目。健介近藤。打率はすっごい高いけど、未だホームランなしっていうね。6月17日現在。比嘉浜ね、比嘉浜。ほんとホークス怪我人多いよな。毎年多いんじゃねえかっていうなんかイメージあるんだけど。スワローズとホークスは毎年怪我人だらけみたいな。あ、鍵やね。まあいいんですよ。SR 来ただけでも嬉しい。だってミキサーになるもん。あ、ミキサー候補登場。これ何枚目だっけ？レアード。これ6枚目ぐらいかな、次。お、杉谷剣士。さあ、7枚目。杉谷毎年期待されてんだけどね、あの方。いまいちレギュラーになれないっていう。この悲しみね。さあ、終わり。っていうところで。まあ、特に何にも見せ場はないんだけど、まあいいでしょう。よし、じゃあ早速やっていこう。さっきに続いて、ミキサー発動。行くぜ !SSR 召喚。木村文和。文和って言うんだ。知らんかったわ。毎年期待されてんだよね。いやー、まあ能力、SR なんで、まあ能力はこんなもんですわ。もうね、ちょっとやっていこう。4枚でも一応 SSR になる確率あるんで、まあ低いけどね。なるんかい！なるんかい！ 5 でならずで4でなるんかい！さあ、全国対戦今日もやっていこうと思うんだけど、その前に、ちょっと対戦リーグをね、ちょっと今状況を整理すると、前にも、今メジャーリーグにいるんだけど、前にも実はね、この M リーグいたんだよね。ただ、ボッコボコに負けて、それで結局3A に落ちたんだけど、なんか AAA っていう風にこっちは言ってるけど、そういうなんか ABEX かなとかって思うんだけど、その中で、今成績はね、
俺のその TP チームポイントが前よりもね1万近く上がったから、それによって結構前線できるようになったんだよね。で今3位なんだけど、全然1ゲーム差で、ていうかなんなら4位以下はもうさよならみたいな、この上位3人で争ってるみたいな感じで、で今昇級昇格圏内なのかな、これおそらく。なんでもしかしたらね、俺下手したらなんだっけ、これの1個上なんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、もっと上に昇格できるのかなっていうところで。でチームの成績だね。俺の丸が今首位打者争いしてるわ。で、あと、安打数ちょっと見ようか。それも丸か。でも、他に負けてるな。で、あと、ホームランか、ホームラン。ホームラン、うち、弱いね。そうなんだよ。うちのチームの良くないとこ。バッターいないんすよ。これといったね、明確なバッターがいない。ピッチャーでなんとかしのぐみたいな野球やってるから。あ、源田か。盗塁源田。三振の方、ラインナップすごいな。俺入りまくってんな。なんでだ？投手。やっぱ来たね。うちの若頭。菅野ジョン傘。まあ、防御率なんて合ってないようなもんだからね。お、最多勝じゃん。最多勝投手。菅野、俺の。で、西武。お、うちの増井がやってますよ。関東の量異常だな。やっぱ菅野強いんだな。奪三振。はあ、でも俺の菅野じゃない。俺の菅野ではない。千賀がダメだ。なんでだ、ウィップ。なんで千賀弱いんだろう ?1.30。なんで？で、ちなみに今のオーダーなんだけど、1番大島。2番鈴木誠也、3番菊池、4番丸、5番筒香、6番、周平、7番坂口、8番青根、ね、下位にしてたんだけど、相沢に変えました、今、たった今ね。で、9番源田っていうところで、ちょっとね、OPS 見てみっか。適切なちょっと打順を組み替えていこう。大島6、あ、OPS6 割、え、低っ !6 割8分じゃん。え、鈴木も低いな、7割7分ぐらいだな。で、菊池が8割2分。あ、丸1超え、10割いってる。10割の大台いってる。1.07 ぐらいだ。で、筒香も7割6分。なんかみんな微妙なんだけど、7割6分、周平。坂口6割6分。源田6割4分5厘。いやー、マジか。でもあれか、大島、じゃあ1番誰がいいんだ？ちょっと待って、これ打順変えた方がいいな。どうしよう。2番に最強説とかっていうのはあるけどさ、どうしようかな。丸4番でいいか、3番菊池もいいか、2番杉、1番だな。大島を周平に変えていいな、これ。ちょっと変えよう。でもそしたらあれなんだよな、まあ、下位打線へぼいことになるんだけど、大島弱いな。周平に変えて、もう足とか関係ねえな。まず打たなきゃ話にならんからな。で、ここは6割コンビね。これ下手したら相沢、いや、でももしかしたら PP の関係で相沢が最下位でもいいかもしれない。で、源田、大島、佐口、こんな感じでちょっとやってみようかな、とりあえず。で、これで今2日目だから、明日だね。3日目。で、ここで1位から3位のチームがポストシーズンに入って、1位、まあ1位っていうかな、昇級を目指す戦いが始まるのかな。で、おそらくなんだけど、イースタン行くと、ここで昇級すると、多分次、ウエスタンの方に回るのかな？ちょっと忘れたんだけど。多分そんな感じになるから、ちょっとまた明日やってみよう、これは。さあ、そして日にちは変わって、なんかね、40万ダウンロードされたんだって、このゲーム。なので、10連1回だけ無料でできるっていうことなんで、合計30回、ガチャ回していきます。SSR もしくは UR が1枚以上登場。なんで、まあ、バッター来てよっていうところだね。まずはこれ SR。ロメル。ロメルか。SSR もしくは UR 来るときは赤く光るから。あのレッドカラー。ゴレンジャーで言えば真ん中。内海か。内海の SR 以上ってあるのかな？柳田ね。ここら辺はもうミキサーします。
ミックスジュース。パンケーキ食べたい。あ、来た。これ SSR だ。1枚以上ってことは、まあ、2枚あることをもう願うわ。あー、もうこれはお呼びでない、お呼びでない。あ、でも待てよ、ミキサーのネタになるからまあいいか。あとでちょっとあれだわ、ミキサーするわ。 SSR からの UR 狙えます。バーベイト、そういえば噂はあれやばいよな。左の膝の皿割れたんでしょ。おこへ全力疾走。そしてどこへ行った、そのままどこへ。あー、三上。あ、来た。けどこれ SSR だわ。2枚でした。え、多分これ最後でしょ。あ、でもこれ UR のネタにな、お、なんだこれ、誰だ、あべえ。なんだっけ、マスターって言われてんだけど、確かなんかそういう話を聞いたぞ。ということであれだな、もう一回ミキサーちょっとやろう。SSR5 枚、ちょうど5枚あるんで、これで UR 来いよ。お願いします、今鈴木な、俺の気持ち今鈴木な、お願いします、お願いします、お願いします。修行するぞ、修行するぞ、修行。おーおい、なんだ今の暗闇からの青木。これはダメだろう、わ、低いわ、低いわ。はい、ということで日にちは変わって、今回ね、なんとメジャーリーグからオールリーグへ昇級することができました。いや、やったね。ただ今ね、現在4勝20敗で、これ最下位っていうね。こうね、オールリーグってもうあれなの、上から2個目のリーグなんだけど、もうここまで来たらもうあれだね、もうお手上げだね。多分すぐ降格するわ。多分メジャーとオールリーグの行き来がこっから始まると思うんだけど、いやー、でもね、やっと一応目標のオールリーグまで来れたから、それでね、これもらえんのよ。なんかペナントっていうのかな、わかんないんだけど、でこういう風にさ、エンブレムみたいなのがゲットできるんだよね。で、例えばこのセリーグ、エンブレム、セリーグ選手のみでオーダーを編成した際に入手できるエンブレム、まあこんなのはね、まあレアリティ低いっすわ、こんなのは。威風堂々、これもどうでもいいわ。で、ね、どれだっけな、今手に入れたやつ、これがあれだ、メジャーリーガー、メジャーリーグで昇級した際のエンブレム、これか。オールスター、オールスターリーグね、はいはいはい、オールスター昇格した際に入手できるエンブレムで、あと他にはあれだね、防御率、なんかそのリーグで、選手が、自分のチームの選手が1位取ると、こういう風にね、防御率王とか、ホールド王、セーブ王、あと勝利部門1位、奪三振王とか、だからこういうね、ピッチャーの方は取れんのよ。うち投手力高いから。ただね、バッティングの方何にも取れてないわ。出塁率王、盗塁王、打率王、打点王、何も取れてない。本塁打王も、本塁打王欲しいよね。安打王とか、多分持ってないんだよね、パワーヒッターをうち。いや、でも本当にこれ取れたの嬉しいからね、もうこれ誇りにします。